テレビアニメ君は放課後インソムニア、秘密のラジオ活動。皆さんこんばんは。テレビアニメ君は放課後インソムニア、中見ガンタ役の佐藤源です。こんばんは。曲がりいさき役、田村好美です。はい、ということで4月10日から放送がスタートするアニメに先駆けてラジオ番組がスタートしました。ありがとうございます。ありがとうございます、ということでこの番組は各週配信の番組になります、3月5日には生配信がありまして、このちゃんはそこが生配信が初めてだというお話でございましたが、はい、ラジオは？ラジオも初めてです。私こんなにしっかりした収録っていいんですよね、うん、ラジオ収録、うん、初めてだし、うん、こう始める前に返しを耳で聞くんだよっていうことも初めてだし、うん、耳にね、これ何これこれ入れるのも初めてだし、音楽流れてきてるって、うん、これね自分の声聞きながらラジオってするものなんだなって初めてです。じゃあ、はい、なんかこのね、温泉さんのラジオ通して、うんうん、秘密のラジオ活動通してね、パーソナリティとしてレベルアップできればいいなとも思いますし、温泉さんのラジオはそもそも学生の時聞いてたんですけど、聞いてた民としては全然歴は長いんですけど、うん、やる側に回ると、うん、とんでもない緊張ですねその佐藤さんについていくしかない。あの作家さん、いつか MC ちょっと交代する回作りましょうか。敵に回して、うん、先に回しにして、このちゃん回しにして俺が受けになってっていう。パチパチじゃない、パチパチじゃない。いやでもほらね、いつかほら独り立ちしなきゃいけない時とかもあるから、俺毎回お前の横にいるわけにいかないそうですよね、出現しないように私ちゃんと検索かけてきました。検索かけてきたの？検索かけてきました。なんて検索かけたの？ラジオ出現とかラジオ言っちゃいけない言葉とか作品もね、すごい素敵な作品だから、そうだね、うん、いや私の治安の悪さを出すわけにはいかないぞって真面目だな今んとこ大丈夫ですか？いや全然大丈夫でしょ、全然大丈夫でしょ、何を心配してんのよって感じだけど、大丈夫かな、大丈夫大丈夫。いやていうか温泉さんで俺がこういう立場になるんか、いよいよ。え、だって家建ててた人ですもんねこれ聞いてる人びっくりするだろうな、あの時も、うん、家建てて、もう家建てたくねえって後輩からの叫びをやってたのが先輩として教えてるんだもんなラジオで俺もそんな人数なのラジオで家建てたくねえっていう場面ないですよねないねまあでもね、今回もありがたいことに温泉さんでやらせていただきますから、楽しくやれていけたらいいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではやっていきましょう。秘密のラジオ活動スタートやぜ。君は放課後インソムニア、秘密のラジオ活動。君は放課後インソムニア、中見ガンタ役の佐藤源です。曲がりいさき役、田村好美です。はい、ということで早速ですが、この番組で初めて作品に触れるという方に向けて、君は放課後インソムニアがどんな作品なのかお話ししていきたいと思います。まずはイントロダクションをご紹介します。曲がりがいると学校に行きたいと思う。これってどんな関係なんだろう。不眠症に悩む高校生中見ガンタは、文化祭の準備を抜け出して入った物置になっている天文台で、同じく不眠症の曲がりいさきと出会う。二人は秘密の場所を共有することになり、あなたの眠れない夜にもきっと意味がある。はい、ということで、原作は青春漫画の騎士小城誠さん、2023年6月には実写映画化も決まっている話題作です、うん、ねえ、だって森さんと奥平さんが、うん、あの二人でね、あの やっていただけるということで、うんうん、まあもちろん僕らも当然見に行きたいと思っていますが、はい、ね、そっちで知ってアニメも見てみようかなとか、うんうん、っていう方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひぜひそういう方はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まあ、そもそもインソムニアってどういう意味か、と言いますと、不眠症
という意味です、うん、私も初めてインソムニアって、そう俺もインソムニアって不眠症って意味なんだっていうのですね。俺もこのねあのタイトルを通して初めて知ったんですけども、うん、まあ、不眠症に悩む高校生2人の物語です。じゃあちょっとあの舞台石川県七尾市なんでございますけども、はい、ここの、どんなことやってるのかこの説明してもらってもいいですか。はい、すでにたくさんのコラボを実施予定です。はい、今後も予定していく予定なん予定していく予定頭痛が痛いみたいな4月7日から5月7日、はい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 、こちらが複製原画展の第2期が開催中です、はい、今日から七尾市立図書館に移動して開催中とのことです、はい、行ったよって方はぜひぜひラジオにメールをいただけると嬉しいです、うんうん、さらに能登鉄道にてラッピング列車も走行決定しております。すごいですね。ツイッターで見ました。これめっちゃ綺麗です。本当すげえ。そして石川県七尾市にも行きなくなってしまいますね。うん、でも実際にね私は行きましたからね。マウント取れますよでもさ実際にさ、はい、行ってきた感想的にはどうだった。うん、なんか初めて行ったんですよ、うん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 、初めて行ったのに懐かしいとか、はい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 、ただいまって言いたくなるような、ああああ本当に帰りたくなるって言葉がぴったりな場所です、はいはいはい、ぜひ行ってほしい。いやもう本当に行きたい。行ってほしい。3月19日に先行上映会あったじゃないですか、うんうんうん、4月にも先行上映会七尾であるんですよ。あれ佐藤さんは行けないんですよね。スケジュールがね。俺聞いてない。私は行くんですよ。またただいまできるんですよ。俺はただいまは、まあ初めましてもしてない初めましてもしてないせやねん、せやねん。石川七尾さんに初めましてしてないんだわしこちらで一足先にアニメをご覧になれるという方もいらっしゃると思います、はいはい、うん、こちらですね、アニメ見て感想いただけたらラジオにラジオのメールで送っていただけたら嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いいたします。ではここからはキャラクターについても紹介していきましょう、はい、まずは僕佐藤源が演じる中見ガンタです。能登の高校1年生、長期にわたる不眠によるイライラや、不調のため誤解されがちだが素直で真面目です、うん、まあキャラクターの第一印象としてはすごくこう、まあ見た通りちょっともう眠いから目つきすごい悪いんですけどでも中身は本当に素直でまっすぐで、うん、人のためを思える子なので、うん、まあやっぱり不眠とか眠れないっていうことってすごいやっぱりきついことでもあるし、うん、そういう風にねちょっとこう人の心具合とかをイライラ度合いを増してしまったりとかっていうのがあるんだなっていうことが分かりやすく表現されたキャラクターかなと思います。続いて私田村好美が演じる曲里伊咲ちゃんを紹介いたします、はい、同じく能登の高校に通う1年生、うん、夜眠れない悩みを人に言えず、うん、昼間こっそり天文台で休息を取っている女の子です、はい、同じく眠れないという悩みを抱えているんですが、うん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 、ガンタとちょっと違ってあ寝てないって思うぐらい明るいんですよね。寝てないことがちょっと表面上ではわからないぐらいの明るさを持つ女の子で、うん、そこからちょっとストーリーがどう進んでいくのかっていうのが見ものだなって思います。うん、はい、そして戸松遥さん演じる白丸由衣先輩、まあ、ガンタたちが通うクヨココの、天文部の王子であったりですとか、うん、山下誠一郎さんが演じる受川太を、ガンタの幼馴染であるとか、はい、能登まみこさんが演じる倉敷宇佐子先生、クヨココのもう先生呼び、先生呼び馴染んじゃってますね、馴染んじゃってるから、クヨココの養護教諭ですね、はい、天文部の顧問になるんですけども、まあ、そんなねそれ以外にもたくさんのキャラクターが魅力的なキャラクターたくさんいますから、はい、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけていただけたらと思います、はい、気になる、ね、詳細などはアニメや、公式ホームページでチェックしてみてください、はい、ということでね、なんでこんなに駆け足で来たのかというと、はい、なんと、はい、めちゃめちゃありがたいことにメール超来てんだって。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。ということでじゃあこのちゃんメールデビューする？うわっ やった読みます、はい、何その参りますみたいな読みます。ペンネームきみとむさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤さん田村さんはじめまして。はじめまして。アニメジャパンのポニーキャニオンブースでの
君は放課後インソムニアとテレビ東京ブースでのステージ拝見させていただきました、はいはい、がポニーキャニオンブースでのトークコーナーは、はい、勝手にトークテーマが決まってしまいましたね、はい、10の質問での答えを導き出すコーナーでは、はい、春に関係する出来事で答えの引っ越しを導き出すのは難しかったですね、はい、そうですね、そう思います私も、うん、超難かった、難しそうですね。テレビ東京ブースでは、はい、田村さんお一人でアメリカザリガニさんとのトークめちゃ笑いました。褒められてる、褒められてるじゃない。田村さん書道5段の腕前とても達筆で驚きました。オリキャラプロジェクトのコーナーでのお題地獄でしたね。そうです、イラストめちゃくちゃ笑いました。褒められてんのかな。佐藤さん田村さんアニメジャパンのステージお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、ね、今収録アニメジャパン直後ぐらいの直後ですね、収録なんでございますけども、まずはねポニキャンブースの方ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、こちらこそでございます。やっぱ佐藤さんがいると、うん、やっぱもう説明全部してくれる。やっぱすごい人だよ。この人は。いやすごい、アイムエンタープライズすごい事務所だよ。アイム褒められてるぜ。すごい、俺頑張ったぜ。やっぱ、マウスの子に褒められてるぜ。やっぱすごい事務所なんだなって思いました。ありがとうございます。それは嬉しい限りですよ。でもそれはね、でもこのちゃんがねそういう風に元気にいつも通りにいてくれたから、いやまあテンションはいつもの3倍くらい上がってたけど。そうですよね。え、でもさ、俺ツイッターかなんかで、ファンの方から回ってきて聞いたんだけど、はい、なんかテレ東ブースで俺の名前連呼してたって聞いたんだけど、何があった？本当に泣きそうで。シーン何、不安になっちゃったの？不安ですよ。何を言ったんですか。当たり前のこと。歌手に歌うまいですねと一緒ですからね。びっくり。もうあ、やっぱ隣にゲンさんがいるってすごいことなんだなって。叫んじゃいましたね、佐藤さんって。いやでもありがとうね。そういう風に言ってくれるのは嬉しい限りでございますよ、頼られてるのは、はい、じゃあ続いてのお便りいきたいと思います、うん、ペンネームマリンさんからいただきました。ありがとうございます。佐藤さん、田村さん、こんにちは。こんにちは。3月19日に行われた先行上映会に参加させていただきました。私は今まで先行上映なんて言ったら放送までの楽しみが半減しちゃいそうと避けていたのですが、2人のほっこりとした青春シーンや、舞台である能登の綺麗な星空のシーンが描かれた本編にオープニングやエンディングが加わったらどんな感じだろうとワクワクしたり、皆さんがお話しされた各話のポイントを意識しながら放送を見てみようと思ったりと、違ったジャンルの楽しみ方が発見でき、より楽しみが倍増したので思い切って参加してよかったです。上映後皆さんの和気あいあいとしたトークコーナーの時に山下さんからの振りで佐藤さんがジャケットをバッと脱いで、ガンちゃんとイサキちゃんそれぞれの一個も貼った手作り T シャツをお披露目したところに思わず笑ってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの場の思いつきですね。素晴らしいですね。ありがとう。ありがとう、こちらこそありがとうございます。ね、すごくほっこりした空間で、はい、まあ、すごいねキャスト陣もこうバッと集まってこう、まあ、ありがたいことに、ね、老若男女いろんなお客さんがいる中で、はい、ちょっとこうほらしんみりした空気だったから、しんみりしてますし、うん、私先行上映会も初めてなんですよ。そうだよね、あんなに人の目がこうクワッてなる場ないですよ、うんうんうん、もう君様が全て私の初めてを、うん、飾ってくれてるので、ラジオもそうですけど、うん、今自分の言葉がいろんな人の耳に届いてるんだっていうのが、うん、緊張するし怖いし、うん、でも見てほしいって気持ちもあるし、うん、っていう、なんかあ、すごいですねあの場は。アニメ楽しんでいただけたようで、うん、まだ3話までですけどね、うん、見てほしいですね最後まで、うん。いやまあね、僕はまあ、このちゃんから上着を着ろ上着を着ろって言われてたから、はい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 、私の仕事ですから、ね、上着を着てねやってたんですけど、ふっと思いついたんですよ、なんかただ上着着るだけじゃ面白くねえなと思って、さすがアイムエンタープライズ。すっと思いついちゃって、でシリアスめにね話が終わってたりとか静かになってたから、はい、でもこの後トークコーナーで、うんうん、そんなねしんみり話しててもね、みんなでこう楽しくワイワイ最後はやってもいいんじゃないと思って、はい、急遽その場でまあその日は石尾さんがいたので、はい、石尾さんにちょっとこういうことやってみたいんですけどどうすかって言ったら、くっそ
そ面白そうじゃないですか、スタイリストさんもいい人ですね、うん、やりましょうかって言って、はい、マネージャーに確認したら2秒でいいんじゃねって言ってアイムのマネージャーさんいるんですか、いないいないいないいや電波に乗せておこうさすがですアイムさん、あいないですか面白そうだしって言ってでもう後ろにね、イサキを隠して、イサキが後ろ、前にはガンタがいて、前にはガンタがいて、とんでもなく贅沢な T シャツですリバーシブル、リバーシブルT シャツ作って、でもねあの時は本当に皆さんとねお会いできて、うん、お話できたのは本当に良かったですし、ね、それこそここからがっていうところのいいところで終わってますから、はい、ぜひ本当に作品楽しみにしていただきたいと思いますし、先行上映会に来られなかった方、うん、ぜひまず第1話、はい、本当に綺麗ですから、綺麗、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、思います、はいはい、ということで、はい、本当にたくさんのお便りいただいたんでございますけども、今回はここまでとさせていただきます、はい、引き続き私たちへの質問、アニメ、ラジオの感想など皆さんからのお便りをお待ちしております。君は放課後インソムニア、秘密のラジオ活動。ここからは今回ラジオ1回目ということで、この番組でお届けしていくコーナーを紹介していきたいと思います。まずはこちらのコーナー、眠れないとき何してる、これわかる、ということで、夜から 朝が来るまでのあるあるだったりとか、眠れない時のあるあるなどを募集しております、教えてもらって、みんなで、僕って私って変じゃないねをみんなで共有したいと思います、はい、そうこれね、先行上映会とかでもラジオをね発表させていただいて、もらった時に、はい、みんなでね優しい世界にしようと、うん、自分だけじゃないよっていうのを、うん、ぜひ世界中の人と共有したい、うんっていうのが僕個人としてはあったので、はい、ぜひやりたいなと思うんでございますけども、優しい企画ですね、そう優しい企画になっております、うん、例えば新聞屋さんのバイクの音で時間がわかる、うん、まあそうですね、だいたい俺の実家は3時半ぐらいだったな、うん、早いんですよねちょっと早めなんですけど、でも朝とは言えない、でも夜とも言えない、そうそうそう、だいたいさ俺の実家3時半ぐらいだっつってけど、みんなだいたいそんくらいでしょ、3時半とか4時半、2時半3時半4時半これぐらいのところだよね、うん、そういう風になってきたりとか、あとはあそうそうそう、早く起きなければいけない日に限って眠れない、あるあるですね、あるあるだな、本当にあるある、本当にあるあるなのよ、 AJ もそうだった、うん、AJ もそうだし、まちょっと遡ったら先行上映会もそうだし、うんうん、もう君様のお仕事の前日、うん、前日っていうか1週間前からは、うん、やばいってなるんですよ私は今日のこのラジオの前日だって、うんだね、検索かけてるぐらいですから大丈夫かな私、なんか事務所にクレームとか入んないのかな、大丈夫かなって大丈夫だよ、みんな優しいから大丈夫、優しいのは知ってんですよ、優しい人が怒ったら一番怖いんですよせやなまあね、そんな感じで、まあ、いやいやあるあるだったりとか、うん、自分こういうことしてます、うん、なんていうのもね教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ続いてのコーナーも紹介していきましょうか、はい、続いてはこちらのコーナー、それでも朝は来る。こちらは、はいはい、リスナーの皆さんから自分のここが嫌い、うん、ここが変かもと思うこと、やってしまった失敗談、うん、後悔していることなど、いいところを発見できそうなプロフィール情報を募集しながら、ネガティブすぎて眠れない人たちの長所を見つけて励まして明るい気持ちにさせようというコーナーです、はい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 、これまた優しいですね。そうね、もう基本的にこのラジオのコンセプトは優しいラジオっていう、優しいラジオ、関わる人も優しい、関わる人も優しいし、なぜ、うん、でもこの企画ができたかと言いますと、私の、事務所公式プロフィールの趣味特技欄に、はい、人の長所を見つけると、あ、あったね、書いてしまったんで私が猫をかぶってた時代に、考え出してしまった特技なので、その力を最大限に発揮していこうというコーナーです。まあでもね、プロフィール欄って変えられないもんね大丈夫、俺もね
漢検3級と英検3級をね、うんうん、とりあえず持ってるから書いたらね、うんうん、2年後ぐらいにマネージャーにねせめて準2級からにしないって言われた。私も思いました。え3級で、まあ、言い方悪いですけど書けるんだ。私も書こうかなって思いました。せめて準2級からにしようって言われた。その中ではね、あの書道4段って、えでも5段でしょ。はい。はい。もうもう、はい。あ、やばい、これ佐藤さん煽り体制ゼロですよね。あれ煽り体制ゼロの人間でしたよね。うん、そうだね、基本的には。ですよね。頑張んなくていいですからね。こいつマジだ。こいつこうやろ。はい、ということでね、今日は試しに、じゃあもう、はい、僕の長所を見つけて励ましてもらってもいいですか。はい。ということで、うん、じゃあまあ。まずじゃあプロフィールから探しますか。これ私が読んだ方が入ってきやすいんで、私が読んでいいですか。わかりました。よし、ちなみにアイムエンタープライズ公式様よりお借りしております、はい、趣味スポーツ格闘技観戦、はい好きですね、音楽鑑賞、はい、歌うこと、はい好きです、特技剣道、はい14年やってました、なんかね、マッサージ、あーはい、あの得意でございます、はい、資格が剣道3段、はい、あ出た、英検3級漢検3級書道4段、はい、あでもこちら伺いたい、一度でも褒められて、うん、今まで言われて嬉しかった褒め言葉。これはね、芝居上手くなったねかな。あーなんかもうお芝居上手いのは当たり前な、いや私の目に全然まだまだだし、はい、マネージャーさんとかもねやっぱりこう俺が入りたての頃から知ってて、うん、その時にまあ、特にこれはマネージャーさんに言われたのが嬉しかったかな。やっぱり自分の演技を毎回何度も聞いてくれたりとか、うん、いろんな風の角度から見てくれたりとかしてくれてる人が、うん、なんか面白い演技するようになったねって言われた時とか、成長を感じられる、ね、そう成長感じたよみたいなっていう言葉をもらったり、それこそ他の現場でも、うん、いや最近あの見たんだけど上手くなったねとかって言われた時に、うん、いやもう本当に頭が下がる思いというか、ありがとうございますってなるのが、これはマジで嬉しかったかな。佐藤さんの悩みを聞いて、はい、私がアドバイスするコーナーじゃないですか。そうだね。なんかその佐藤さんは大人じゃないですか、はい、佐藤さんの悩みって佐藤さんの悩みってちょっと大人じゃないですか。まあ多分ね、私がアドバイスできることはあるのでしょうか。悩んでることはそもそもあるのでしょうか。いやあるよ。じゃあそりゃ、まあライトな感じで、ライトね、まずジャブね、じゃあジャブ系ね。怖い、何来るか分かんないよ。そうだな、あライトなやつだと、はい、毎年誕生日、はい、僕日本酒が好きだと、うんうんうん、お酒が好きだと公言していて、毎年3月22日になるとですね、うんうん、まあ、ありがたいことにたくさん友達からプレゼントが来るんですけど、全部に酒なんですよ。全部だから、もうファンの皆様の中とか、はいはい、アイムの中でも恒例行事になってるんですけど、はい、佐藤家酒造になるんですよ。そのレベルつまみもすごいいろんなものが来る。ペア楽しめますね。いや楽しめるのはすごいありがたいんですけど、毎年それになってそろそろ変化の時かなっていう。今こそですね。今こそ電波に乗せて。だから何がいいかなっていう悩み。佐藤さんおいくつでしたっけ。俺は26。26の、まあ、これからダンディーに向かっていく男性なんですよね、はいはいはい、渋くなりたいですか。渋くなりたい、かっこよくなりたい。可愛くじゃない。じゃあ可愛くでもいい。よし、よ決まった。整いました、はい、私が佐藤さんの誕生日プレゼント、はい、お酒以外どうするか私が結論を出します、はい、佐藤さんはそのままでいい。佐藤さんはもう大人です。先ほども申し上げましたが、もうそのままでいいんです。なるほど。お酒も、うん、お酒じゃなくて皆さん化粧水を送ってください。肌に染み込ませる方でこれからダンディーにしていきましょう。今度肌か、美容に気を使って。あなるほどね。渋くでも若々しくでも可愛く、はいはいはい、これが全部解決できるのは化粧水しかない。
なるほど、ありがとうございます、はい、まあそれ以外にもね、リスナーの皆さんも、はい、やってしまった失敗談とか後悔していること、自分のここが嫌い、ここが変かもと思うこととか、まあいいところ発見できそうなプロフィールを忘れずにぜひ記載して送ってください。よろしくお願いいたしま す, お願いします。さあさあ続いてのコーナーは何でしょうか、はい、続いてはこちら、秘密やぜ。この番組を聞いているリスナーとパーソナリティの私たちだけに、うん、あなたの秘密をこっそり教えてください、うん、この番組で秘密を共有しましょう、うん、例えばですけど、はいはいはい、実は好きな人がいます〇〇〇と連絡が来たのですが、なんて返信をしたらいいでしょうか、うん、例えば友達が SNS でポエムをつぶやいて言えるのですが、うん、正直見ていられないです、はい、本人や他の友達にはなかなか言えない秘密の感情です、はい、ここだけで言わせてください、はい、などなるほどね、秘密の共有ですけど、うん、まあね、匿名でちょっと電波に乗せて解決すげえな、この番組で秘密を共有しましょうって言ってくれ電波乗ってんだよな。そうなんですよ。電波乗ってんだよな。ちなみに、はいはい、秘密ありますか、乗せられる秘密。うーん、そうだね。これはこういうレベルも皆さん送ってきても大丈夫だよっていうところの例で一個言うと、まあよく言ってる俺すごい繊細さんですって、はい、でちょっとその実はすごい他のところでも言ってるんだけど、実はすっげーポジティブに見えるけどもネガティブでものすごく考え事しちゃうタイプなので、どうしたらいいのかなとか、同じく考え込みすぎるんですよね、うん、考え込みすぎちゃったりとかしてね、ああ俺はどうすればいいんだろうとかっていう風に悩んじゃったりとかっていうすることがあるから、うん、よくこうそれでなんかこう苦しいな辛いなっていうのがあったりとかするから、でもそれを吐き出せる場があるって、場があるっていうのはいいことですよね。いいことだからぜひね、そういう自分の今思ってる苦しいとか、うん、そういう感情だけでも、もうメールにね羅列して、うん、そしたらもう作家さんがうまく文章に書いてくれるから、そうだ、ね、大丈夫ですよね。ここでちょっとだけ、そう、ここでちょっとだけもうすごい感情に任せた文章でもいいです。全然いいです、大丈夫です、放送に載せられるレベルにするから。なんとかそしたら僕らがね一緒に共有していきましょう、共有してそばにいますから、はい、そういう感じでね、秘密やぜ、はい、コーナーだったりその前のコーナーだったりも楽しんでいて、はい、みんなで共有して優しい空間を作っていきましょう。こんな感じで、はい、秘密やぜのコーナー、あなたの秘密を教えてくださいね、はい、続いてはこちら、ねえまだ起きてる。これはもう作中にも出てきましたけども、はい、これ俺実写の PV 見た時の森さんの一言がめっちゃ良かったっていう、私も見ました、あれ良かったよね。あれダメだ、この感想言ってたら終わらなくなるわ。眠れない夜に電話をするような感覚でお話ししていこうというコーナーです、カメラや睡眠、天体観測、七尾市、石川県、猫など作品にまつわることであなたが知っている豆知識を教えてもらえると嬉しいです。まあ本当にぜひ皆さんが知ってる、うん、実はこういうことあります。そう、特に七尾市については知りたいことだらけだ、はい、知らないことだらけですからね。そうそれこそインソムニアの漫画の中で、うん、出てきた場所だったりとかは、グルメとかね、そうグルメとか美味しいものとか、うん、もうぜひ教えていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ続いてのコーナーなんでしょうか。はい、続いてはこちら、放課後天文部活動、はいはい、私たちが演じるガンタとイサキは高校生、うん、ということで放課後の高校生らしく、うん、いろんなことをやって遊んでみます、うん、私たちにやってほしいこと、挑戦してほしいことがあったらお送りください。家を建てろは受け付けておりません。それは高校生ではやりません。大丈夫です、安心してください。はい、ゲームができるってことですか、お仕事で、うん、高校生どんな高校時代送ってました。でも結構遊んでたな。大丈夫、電波に乗せていいやつ、電波乗せて平気なレベル。遊んでたって変な意味じゃねえよ。まあでも例えばそのね、人狼めっちゃ流行ってて、人狼すっごい、みんな人狼やってて、人が集まればやってました、人が集まれば人狼やってたし、まあ球技大会とかそういう時に、うん、クラスが結構いろんなクラス、秋クラスとか多くなったりするじゃん、
それで友達が集まって冬の寒い時期とかにストーブにあの鍋持ってきたやつがいて、そいつが水入れて水と味噌持ってきて、あと具材をなぜかわからないけど、あのなんで具材をそれだけしか持ってこなかったのかなと思ったんだけど、ごぼうだけ持ってきたやつがいた。それはもう男飯みたいな感じですか。男飯みたいな。それで笹がきだけやって、笹がきだけやって本格的にごぼうの味噌汁をみんなで球技大会中飲んで渋で、あとは俺部活動剣道部やってたんだけど、まあそんなに強い部活じゃなかったわけさ、まあ、県大会でも1回戦ですぐ負けちゃうような部活だったけど、でも一生懸命やってていい、すっごいねいい仲間たちだったの、うんうん、でもまあ時々サボったりとかはしてたわけ。私の方が真面目ですもん私みんなで、俺部長だったんだけど今日顧問来ねえな、今日遊ぶみたいなってちょっとやってて、お化け文化祭でお化け屋敷の呼び込みとか真面目にやってたのに一応味噌汁作ってんのか味噌汁作ってた生徒会長してたけどでそれで、まあ、あの更衣室とかにあのゲームを持ち込んで、はあ、男女全員でゲーム大会してて、でそれが顧問にバレて、で職員室 の, あの、まあ、お偉いさんの先生に、はい、お前生徒会長だろうと、で部長もやってたろうって、止めなかったのかだよって、いや止めたんすけどね、嫌なやつ嫌なやつ嫌な生徒会長、即刻クビにしろ自分の保身をした嫌なやつだ、保身調した嫌だな放課後天文部活動、こちらのコーナーは温泉プレミアム会員限定のおまけコーナーでやっていきますので、はいはい、お楽しみにお待ちください、うんうん、私たちにやってほしいこと、挑戦してほしいことのリクエストなどメールでお待ちしております、はい、ということでコーナー紹介は以上です。コーナーメール以外にも僕たちに話してほしいこと、アニメやラジオなどの、感想メッセージもお待ちしています、こちらふつおた宛にお送りください。あなたからのお便りお待ちしています。君は放課後インソムニアからのお知らせやぜ。まずはアニメ情報です。テレビアニメ君は放課後インソムニアは4月10日月曜日から順次放送となります。テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ瀬戸内、テレビ北海道、 TVQ 九州放送では4月10日月曜日24時から、 BS テレビ東京では24時30分から放送、北陸放送では4月13日木曜日25時25分から放送となります。その他配信サイト DMMTV、 D アニメストアにて4月10日25時から先行配信、その他配信サイトでは4月15日土曜日から24時から配信開始となっております。詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。続いて音楽情報です。テレビアニメ君は放課後インソムニア、オープニングテーマは愛子さんのいつ会えたら、4月11日に配信リリースとなります。そしてエンディングテーマはホームカミングスさんのラプス、こちらの楽曲が収録されたアルバムニューネイバーズが4月19日にリリースです。さらに作品を彩る劇伴をまとめたオリジナルサウンドトラックの発売も決定しています。サウンドトラックは4月19日発売となります。はい、このねあの音楽たち、あのインソムニアのサウンドトラック大好きなんです。私も大好きです。 PV でさ、あのイサキとさ、えやっぱりそうだよね、語ります、ちょっとだけごめん、ちょっとだけね、ガンタとイサキがさ手つないで海であそこからちょっと変わるじゃないですか。変わるじゃん。俺あれね一人で家で泣いた。同じです。やっぱりねそう、あれすっごいんだよ。絶対買うって決めてるんです、うん、俺も決めてる。でも絶対買って聞くじゃないですか、うん、寝るじゃないですか、うん、記憶に残るかな、大丈夫かな大丈夫かなってもう本当に素晴らしい楽曲となっておりますし、もちろんオープニングエンディングもね素晴らしい曲たちが揃っておりますので、ぜひご購入いただけたらと思います。お願いします。続いて原作情報です。小城誠先生による原作コミックスは、現在第12週まで発売中。アニメと一緒に、漫画でも君は放課後インソムニアをお楽しみください。以上、君は放課後インソムニアからのお知らせでした。
送りしてきました君は放課後インソムニア秘密のラジオ活動、残念ながらお別れのお時間となってしまいました。番組ではメッセージを募集しています。コーナーへのお便りや作品、ラジオの感想などは番組ホームページのメールフォームからお送りください。そしてこの番組本編の後は温泉プレミアム会員限定のおまけパートもあります。今回は放課後天文部活動をお届けいたします。お互いに漏れるポーズを伝授して写真を撮影し合います。こちらもぜひ聞いてくださいね。一番苦手な分野じゃねえかだと思いましたさあでも、はい、初回ラジオ初回、このちゃんどうだった？いや緊張するな。ここからまた成長していけたらいいなと思います、うん、頑張ります作家さんがいる大丈夫だ大丈夫大丈夫だし、そのね、その成長度合い、ラジオでの成長度合いもね、皆さん一緒に見て、見守っていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、そしてアニメが4月10日から放送スタートになります、うん、いよいよですいよいよです。なんか長かったような、長かったような、短かったような、そんな感覚でございますけど、終わっちゃう感じしますけどでもこれからだからね、はい、ついにスタートになります、はい、お楽しみにお待ちください。そして次回第2回では早速ゲストにお越しいただきますすごい。次回が4月21日配信の第2回に、なんとゲスト倉敷うさこ役の野戸まみこさんが来てくださいます。早速先生が来てくださいます。そうなんです。実は我々一緒にね、撮ることがちょっと叶わなかったの で、実は別々に撮っていたんですよ、はい、だからこそどんな風に意識をして演じてらっしゃったのか、この作品に対してどんな風に見ていて、野戸さんから見えているのかとか聞きたいことがたくさんありますので、ぜひそういうね、メッセージだったりとかメールも募集しておりますので、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。それでは次回も秘密のラジオ活動に参加してくださいね。ここまでのお相手は君は放課後インソムニア中見眼太役の佐藤玄と、曲がり伊崎役田村好美でした。今夜あなたがよく眠れますように。おやすみなさい。